皆さんこんにちは、ネイリストリサです。今日はもうすぐバレンタインデーなので5本の指にチョコネイルを作っていきたいと思います。それでは始めていきます。ベースはあらかじめ塗ってある状態になっております。まずはじめに親指に板チョコネイルを作っていきます。こちら2色、濃い茶色と少し薄めの茶色を用意します。では薄めの茶色を塗っていきます。では2度塗りしていきます。それでは次にチョコの紙の部分を塗っていきたいと思います。ではこちらの濃い茶色の方を塗っていきます。それではこちらの境目の部分にシルバーのホイールを乗せていきます。こちらをライトに入れていきます。ではこちらを一旦トップコートで仕上げていきます。次にチョコを作っていきたいと思います。先ほどこちらに塗ったチョコ色の色と、あとこの固めのジェルを使って立体のチョコを作っていきたいと思います。固めのジェルとチョコ色のジェル2対1ぐらいを混ぜていきます。こちらでチョコのラインを作っていきます。
一旦ライトに入れます。ではこちらの上にもう一度線を乗せていきます。感じに立体っぽいチョコが出来上がりました。こちらをライトに入れていきます。親指はこちらで完成になります。では次に人差し指にこちらの茶色をのせていきます。ではライターに入れていきます。はい、では次に茶色と白のジェルでボーダーに交互に塗っていきます。筆でピーンと線を描きます。ではこちらも次は反対に引いていきます。ライトに入れていきます。では次に中指と薬指を同時に作っていきたいと思います。ではこちらのミルク色を塗っていきます。ではライトに入れていきます。ではこちらに土塗りしていきます。
はナイトに入れていきます。では次にマットコートを塗っていきます。ではライトに入れていきます。次に先ほど親指で使ったこちらを使っていきたいと思います。こちらともう一色白バージョンを作っていきたいと思います。ではこちらで作っていきたいと思います。まずこちらを一旦拭き取ってマットコートの状態にします。ではこの上にチョコをかけていきたいと思います。ではまず中指にこんな感じでライトに入れていきます。はい、では次に薬指にサシャネイルを作っていきたいと思います。まずはじめに茶色のジェルで斜めに線を描いていきます。では筆を拭いて次に白のジェルをのせていきます。ライトに一旦入れます。はい、では筆はそのままで白のジェルを半分ぐらいから線を描いていきます。ちょっとボコボコしてやりにくいのですが、線がくっつかないように気をつけながら描いていきます。次に茶色のジェルをのせていきます。こんな感じに仕上がりました。こちらをライトに入れて完成になります。
感のあるチョコっぽくなりました。ではこちらをライトに入れます。ではこちらをまたマットコートで仕上げていきたいと思います。ではライトに入れます。はい、ではこちらも拭き取って完成です。それでは次に小指に茶色をのせていきます。では二度塗りしていきます。ではこちらをマットコートで一旦仕上げていきます。ライトに入れます。ではこちらを拭き取ります。ではこの上にハードジェルをのせていきます。ではチョコが垂れてる感じにしたいと思います。こんな感じでライトに入れていきます。ではこちらに金のハックのジェルを少しだけつけていきたいと思います。この上にではこちらを拭き取って完成になります。美味しそうなチョコネイルができました。皆さんもぜひ試してみてください。この動画が良かったらグッドボタンかチャンネル登録をお願いします。